結局ここさチェーンを作るだけじゃなくてさそのチェーンが何に使えるかってことをさ考えたり提案したりその使う人が提案を受けたりしてさすごい止まらないもん、うん、なかなかできることじゃないよ。そうですね、ウィンメーカーだもんだってその仕分けシステムとかさ、うん、だからそこまでこう進出していくっていうのが、うん、あの今見ると当たり前みたいだけど俺はすごいなと思うんだよね。もともとあの創業者が当然こう新しいものにチャレンジするっていう人だったからって言えばそれまでかもしれないけど、うん、簡単じゃなかったと思うよ。なんて言えばいいんだろう、ものじゃなくてさシステム作っちゃう、はい、結局、うん、それはなんか特別な会社だなと思う。次回のカンブリア宮殿は荷物を魔法のように仕分けるマシンからコンサートで引っ張りだこ革命的な動きができるリフトまで物を自在に動かす2万種類のチェーンで世界を驚かせる椿本チェーン長勇究極のチェーンに挑んで100年世界トップシェア日本が誇る椿本流ものづくりの真髄に迫る。